今回はエルボークランチを紹介します。1種目3回で3セット行っていきます。今回の腹筋メニューは肘を使って行うのでやりやすいんですが、しっかりお腹周りを鍛えることができます。お腹の上よりも下が気になるよって方にぴったりです。反り腰の解消にもなったり、お腹の脂肪をね早く燃やせたり、お腹をへこませる効果ありますんで、一緒に頑張ってみましょう。まず1種目目はですね、膝を曲げた状態から肘をつきながら片方の膝を引き寄せます。各3回ずつやったら反対足にします。これを3セットです。肘を使って上半身を起こしてください。簡単だよって方は肘のね押す力を少し緩めると自分の体で起きる感じになるのでよく効きます。息止めないようにいきましょう。3回スタート。1 2 3、反対。1 2 3、2セット目。1 2 3、反対。1 2 3、3セット目。1 2 3、ラスト。1 2 3、 OK です。あっという間ですよね。肘使うんでね、上半身起こしやすいですよね。2種目目いきましょう。今度は肘をついて起き上がったら5秒間息吐きます。そしたら反対です。いきましょう。スタート。1 2 3 4 5、1 2 3 4 5、2回目。1 2 3 4 5、1 2 3 4 5、ラスト。1 2 3 4 5、1 2 3 4 5。 OK、 だんだん効いてきましたよね。肘の力で調節してください。3種目目、膝を曲げて肘をついて起き上がったら20秒キープです。これを3回。ちょっときつくなりますが頑張りましょう。いきます。スタート。1、頑張って、息止めないように、肘の力をね抜いたり入れたりして調整してください。うおーきつい、くれ、頑張って。うおー、これはなんでこんなに効くんだ。さあ2種目目じゃなくて2セット目いきましょう。バグってきた。いきますよ、頑張って。スタート。肘ついて体を起こす、息止めないように、頑張ってみんな。うおー、うぎゃー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 、いてててて、ああ、腹筋が飛ぶ。みんな頑張ろう。あともう1回、いきますよ。よっしゃ、気合い入れていきましょう。お腹引っ込めるぞ。スタート。よっしゃ、頑張ってみんな、止めないように。お腹力入ってますか。よっしゃ、オッケー、よく頑張った。よっしゃ、うつ伏せです。お腹伸ばしましょう。手をついてお腹を伸ばしてキープです。スタート。うわ、お腹が伸びる。しっかりね、息をふーっと吐きながらお腹持ち上げてください。もしね、鼠径部の方まで行くよって手がね合ってないんで、ちょっと前に出してください。引っ張って、
ーし、オッケー。よし、今度はね、片足を横にね、持ってきた状態で、同じように手をついて、足の方向をね、向いたままでキープ。スタート。今度はね、お腹の横をね、しっかり伸ばしていきましょう。足伸ばしてる方のお腹がね、伸びてますからね。で、こっちの側はね、しっかり縮めて、息をね、ふーっと吐きながらお腹引っ込めてください。これだけでもね、お腹すごい引き締まりますからね。もしね、足硬いよーとしたら、ちょっとこの低めでもいいです。お腹しっかり伸ばしましょう。OK! よっしゃ。反対足も同じように、いきましょう。スタート。曲げてる足の方向いて、こっちのね、お腹を伸ばしてますからね。ドリブル。最後、今度はね、足をカエル足にしてお尻をね、少し持ち上げて肘ついて、これでキープ。スタート。しっかりね、この股関節を開くとね、反り腰解消につながりますからね、これでキープです。もし、このね、内転筋、股関節周り硬いよって人はね、ちょっと体を上下に動かしてみてください。足はね、ピチッとついてなくてもいいですからね。これでちょっと体を上下に動かしてください。よし、 OK です。腰をね、縮めたんで、腰をね、今度伸ばしましょう。体操座りした状態で体を起こしてね、これでキープです。スタート。もしね、倒れちゃうよーっとしたらね、また起き上がってください。手を伸ばして腰をね、丸めて、しっかり下向いて、キープしてください。背中も腰もね、しっかり伸びますからね。この体を起こしているこの状態がね、通常の腹筋のね、体の状態になりますから、これをね、しっかり覚えましょう。OK。この寝た面までね、今度ね、足をこう、左右に振っていきましょう。スタート。腰の筋肉をね、やっぱり体ひねって伸ばした方が伸びますからね。前後にね、腰を伸ばすだけよりも腰をねじる方がね、雑巾と一緒ですごく絞れますからね、よく伸びます。腰が痛くなるともう腹筋なかなかね、できなくなってきますから、それだけはね、避けていきましょう。 OK。 最後ね、スペシャルメニューでいきます。こっからね、手をね、振りながら起き上がったら、ここで少し止まる。で、また戻る。いきましょう。スタート。バランス取ってください。で、ずっとキープはきついんでね、たまに休んでください。今回の腹筋メニュー、効果的なもの、クールダウン、基礎、そういった感じになってました。全部毎回やってもいいですし、前半のね、効果的な部分だけ毎日続けてもいいです。やってみたよって方は、グッドボタンやコメントで教えてください。